嫁嫁そ、そ、そさそさなのか、父さんなのかわからんけど、どう見て嫁嫁納得すぎる。絶対常用漢字じゃないよ、あんなの。読みが作者で読めないじゃなくて、純粋に読めない。純粋に読めない。漢字が読めない。お腹空いた。さっき食ったでしょ。なんで老人みたいな会話を繰り広げんといかんのよ。してもよ。アメリカドッグ1本食ってお腹すいたなぁは早すぎるって。なんか感覚がね、お腹すいたわ。10分ぐらい、まあ、10分もかかってないか、食ってから。やばいやろ。もうあれ、ゲーセンのあれ墓場やん。めっちゃしんどい。やば、ロックマンのやつとか全く見たことない。すごい。こっちもあるし、カービィがある、すげえ。カービィめっちゃレアやん。ガンダムもあったし。ありましたね、競合みたいなもん。肥料の匂いが、この辺常に臭いなぁ。死んどる人大丈夫なんやろか。肥料やろ、肥料、まあ小屋とかの。え、来た、来たやん。やばい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 。頭割りとるやろあれ。いや、ごめん、さすがに1台ぐらいなら行ってもいいけど、悪いだろう。2台は無理。しかもトラックで酒どんだけあるか分からんのに。うわ、やばあれ、危ねえ。実際ちょっとワンチャンコンビニ GoPro のバッテリー様子もちょっと見るか。果たしてコンビニがあるかな。なさそう。この景色だと期待できないですね。出た。その動き好きやな。いや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 、あ、バジルスクタイムやったよ今。ただね、動き覚えてないよ。今ここの下あたりにバジルスクタイムで出しとくわ。ここからハムハムの持ち芸がバジルスクタイムになるな。ことあるごとに、ことあるごとにバジルスクタイム。はい、結構怖えだわあれ。マジ一回やってみ、結構怖えだわ。怖いっすよ。やってみようか。いや、まあちょっと怖いな。めちゃ怖い。やろう。こういう感じのやつ。言うて話だけならまだしも、ガタガタ動きますからね。これローソンの横からは入れんか。入れんじゃない。入れる？あ、いけそう。あ、いけるな。いけるやつで。はい、すいません。じゃあちょっと行かせていただきます。バジリスクタイム。バジリスク、ちょっとバジリスク勉強しよう。バジリスク全然知らん。そしてまだ GPS が来るんだ。あらら。もうやだよ。おねえになってるやん。もうやだよ。もう言えって。おねえな、マジで。ずっとおねえ言葉でツーリング。ちょっとやだよ、そこ受けてよ。道間違えちゃったな。最悪やな。くせえな。そういえば大体臭い説あるな。どこも臭いよ。千葉に申し訳ないな。千葉に住んどるくせに。しょうがない。しょうがないね。臭いもん臭いんじゃ。俺か。わからん。草生えすぎて道が見えんな。マジでわからなかった。うお、なんだこの道、広っ。フリーダムな感じの道やな、すげえわ。これ晴れてったらもっと気持ちよかったやろうな。ですね。なんかさっきの道戻れと言っているな、こいつ。マジ止まっていいよ、一回。 ここやったらまあ広いし、全然止まっていいと思う。移動してもいいし。この感じいいっすね。写真撮ろ。よっしゃ行こう。やめて、撮らして。 U ターンだなこれ。あ、 U ターン。立ちこけ専用にせんといかんで、 U ターン。やば、俺だけスポーツやけん回りにくいよな。U ターンチャレンジ、ブレーキがエレガントになります。やばいやばい。やばい、もう
ブレーキエレガントしたくねえな。あ、約1人目大丈夫だったな。結構怖かった。あ、大丈夫だな。足ついちゃダメよ。え？もうつきますよ。あ、もうダメ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 。あの、マジお湯返さんと無理。やっぱ SS はどうしても。ちょっとハンドルの切れかくとこが全然ない。やめろやめろ待て。はいはい。待て待て待て。もう軽トラめっちゃ煽りよりやん。めっちゃ煽りよりやん。めっちゃ煽りよりやん。お湯抜いていくら別にオレンジじゃないんやし。お。あー、そういう抜き方はいかんやろ。それはあかん。それはあかんやろ。半分岡山バスみたいな。今のはタイミングじゃないやろ。まあ、煽るような人間やけん、多分そこら辺もあんま考えてないと思うけど。あ、利根川か。どうしたどうした。え、さすがに60キロでフルブレーキかけるのかなと。ああ、そうそう、それはやめ、うん、なんかやっぱり取りつかれたんかと思った。240m 先、もう到着。右こう、ぼちぼちお店。これまだ止まってんのかな。これ 800m 先で止まってるんだ。あ、それ止まってるな。あ、この辺この辺一気にワープした。この AU とかのここ、この辺、この辺。え、これ？あ、あったあったあった、あの青い建物や。やけん、ちょっと行き過ぎた。これ、求めていいかな。じゃあね。ちょっと、どこ止める？あ、危ないところですね。真ん中で行くか。じゃあ、猫ちゃん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 、あ、どっかいた。猫ちゃん、あいつらうるさって。なんやねん、あいつらみたいな感じで目で見られた。はい、到着。結構あります。対象がないとサイズ感もある。この辺ともあるんですね。ここ？いや、ちょっと2000円にするから。よっしゃ、行くぞー、スコン。今のはわざとだからな。そうそうね、演奏なんてしねえよ、きっと。一回やったけど。じゃあ、あー、やらかした。スタンドで、もうダメですね、スタンドでやってしまった。今日は着物日です。画面の上にエンストカウンターが出てくるから。あと2回ぐらいやりますよ、僕。右です。あ、エンストした。停止時にクラッチ握るの忘れてたってかね。ねえ、なんでそんな触るんじゃないですか。スマホの画面がついたままやったけど、ちょっと消そうと電源ボタンクッて押したら、そのまま止まっちゃった。イエーイ、 GPS がまた動いてない。イエーイ。早い早いって死にすぎやろ。 GPS 君死にすぎ。